おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこのシマノのミラベルっていうわけではなくてですね、こちらですね、 LINE の方、これね、フィッシングショーで試供品で配られていたですね、ハードブルね、シマノの新しい PE ラインなんですけども、これをですね、使って釣りをしてきまして、インプレッションっていう感じですね。で、いよいよですね、このハードブル店頭にも並び出したっていうことで、そのフィッシングショーからですね、この発売までの間にちょっとね、一足先に使うことができて、それで感じたことなんかをね、まとめていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。時はね、3月の頭の琵琶湖長江ですね。まずはこちらをご覧ください。2日目もね、なんだろう、リアクションダウンショットを助けられました。お腹ポンポコリン、いい腹してますね。やったー。はいはい、釣れてくれましたよ。リアクションダウンショット、でかいの来てもいいようにリーダーを3号に見ております。動画で勉強してきたチョンチョンっていうツージャークのアクションでグン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 って食いましたね。なんかほんと今、昔は雑誌で想像するしかできなかったこのアクションとかが動画でね勉強できるから、ほんと釣りの覚えるスピードが格段に上がったよなって。昔もね、フィッシングトゥーバッシングとか、ああいうの見ればね、下野さんとかが、まああとは村田はじめさんのもっとバスは釣れる、もっともっとバスは釣れるとかね、ああいうの見たりとか、まああとはそう、ズイールね、あのトップウォーターのズイールのあの柏木さんのシリーズとか大好きだったなぁ。ねえ、トップウォーターのバイトシーンなんか感動したもんなぁ。未だにね、ちょっと疲れた時はハウトゥーおかっぱりバッシング見ちゃうもんなぁ。あれで、ポッパーってこうやって動かすんだ。こんな風に魚バイトするんだとか感動したもんな。まあ今はね、そういう富本プロのカバースキャットのボトムツージャークとかね、今回は琵琶湖に来る前に最近流行りのこのサイコロラバーの釣り、これちょっとやってみようと思って、サイコロラバーもね、前日に上州屋で買ってね、こっちは買えないね。さっきね、釣り具屋さん見たけど、やっぱ人気で売り切れちゃってるね。だからどちらかというと、なんか案外関東の方が色も選べて、マックスソルトとノンソルトもしっかり選べてね、買うことができたから。いやー、しかしこのすげえなー、3月の頭にこんなにっていうか、まあ釣れるから、こういう覚えたの関東のね釣りに取り込んで、琵琶湖で覚えたライトリグの釣りを関東にね持って帰る、なんか以前の逆なイメージ、そうっすね。
なかなか関東だとこういう5グ、これ今5グラムのタングステンシンカー入れてるんですけど、5グラムでダウンショットやるってのも、俺はあんまりやってなかったから。あ、でも霞水系とかで、青木大輔プロがあの、レッグワーム、ちょっと重めの重りで、リアクションダウンショットつってやってたか。でもなんか、それってボートからの釣りでしょうなんて思って、なかなか自分の引き出しに入れることができてなかったんですけど、今回一日一匹ずつだけど、バイトしてくれて、なんかね、ちょっと頑張れる気がしてきたなぁ。あとずっと、昨日まではあの2号のリーダーでやってたんだけど、今ね、グランドマックスの3号にね、変えて、昨日のあのでっかい魚見ちゃったからね。すげえすげえすげえ、いい引きいい引き。太鼓すげえな。マックスと。切れんなよ。でも2号いって可能性もあるからね。おお、でかい、でかい、でかい。いきなりの。やばい、でかい、マジでかい、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 やばい、やばい。マジでかい、マジでかい。ちょ、約束気をつけて。パニック、パニック。いきなりの初日から巨大魚現る。マジこれでかい。ゆっくり来よ。釣れんなよ、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 釣れんなよ。マジこれ。でかすぎる、でかすぎる。でかいね。大丈夫。いける？超大魚。よっしゃ。いってない？やった。いったんじゃないこれ。やったよ。やったよ。やったよ、お父さん。釣り子さん。やったよ。八日坊主食らって、これですよ。すげえ、不定。やった。それでしっかりバイトが出てくれたってのも嬉しいな。ここら辺絶対、あの手の魚が、うろ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 してるはずだから、一匹だけでいるとも思えないから、もう今日気温6度ぐらいだけど、どうにかね、50アップ目指して。いやー、でも今ので45だからな、50なんてかかったら取り込めんのかな。頑張ります。このね、あとハードブルね、昨日からリーダーつけて使ってるんですけど、ほんとなんかね、こんぐらいちょっとふわふわっとこう、なんだろう、たるみを作るような、こうふわふわって巻き取れちゃうような釣りだと、P だと俺大概、なんだろう、トラブルが起こるんだけど、この硬さのおかげか、ほんと、トラブりづらい。一回もね、ピョン吉とかはね、昨日からずっと使ってるけど、してないし、結構、ミドストとかのふわ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 する釣りでばっか使ってるのにね、ほんとトラブルが少ないからね、なんか集中してこの寒いさなか釣りができてるのはハードブルのおかげかなーってね。昨日散々ディーパーで調べて、あの辺りがだいたい4メートルから3メートルになだらかに上がってくシャローフラットエリアって感じだったから、そこを今重点的に、こっから今夕間染めに入っていく時間だから、こっから上がってこないかな、クールで。通りかかってくれさえすれば、なんかこれ連れてくれそうな自信はついてきたから、あとは投げ切るだけって感じなんだけど。うわ、まだ。
ライアン来たよ、来たよ、ちょっと待って、おお、グイングインにだよ、おい、バレないで、元気だね、よいしょ、もうちょい、ああ、サイコロラバー様々だ、おお、うわ、よいしょー、うえー、3匹目、よいしょ、はい、サイコロラバー3匹目、うん、丸飲み、ね、いやー、これもね、結構引いてくれた、ここの、なんだろう、ここが太いんだよね、いやー、ねえ、これは嬉しい、3匹目サイコロラバー丸飲みですよ。いやー、よいしょ、ね、これでこんな感じで、いやー、不思議な感じ、こんな釣れんだね。一応重さを測っておきたいと思います。00、1300ね、1300ってとこですね。いやー、でも引いてくれた。はい、というわけでね、ざっくりまとめてみたんですけども、最後の最後もね、このハードブルを入れたセットで釣れることができてですね、それでまあだいたい4日間ぐらいですね、これ 0.6 号のハードブルですね、使い込んでみて、感じたことなんかをちょっとね、つらつらとまとめていきたいと思うんですけども、まずね、 0.6 号にしてはめちゃくちゃね、タフね、スペクトラワイヤーを使っているっていうことで、通常は自分もですね、 0.4 号とか 0.6 号、あとシーバスなんかだと 0.8 号とかですね、あとはブラックバスのですね、パワーフィネスなんていう時は 1.2 号とか 1.5 号とかもね、使うんですけども、その通常の PE ラインに比べて、このね、ハードブルを使ってみたところ、最後のね、一粘りというか、 0.6 号ってちょっとしたほつれとかでもね、結構切れちゃうことが多いなーなんていう番手なんですが、このハードブルの 0.6 号ね、いろいろ琵琶湖の釣りで試してみたところ、結構ね、45アップなんかもそうだから、都合3匹ぐらい釣れてくれて、で、持ちがいい、ちょっとね、天気の悪い日とかも手がかじかんでいる状況でね、使い込んでいたので、なんだろう、こう手がもうささくれ立ってしまっていて、システムを組む時にちょっとこうピーってね、あらぬ、なんていうんですかね、ほつれが入ったり、いやでももう寒いからもうこのままでいいやみたいな感じでリーダーを組んで、それでもってそのまんまやって、あれ、この傷ほっときながらやったらちょっとまずいかもな、いやでももう手もかじかんでるしこのまま行っちゃえみたいなタイミングで結構魚食っちゃったりしてたんですけども、そんな状況でもね、不安なく取り込めた。まあその後ね、ギューって引っ張ったらブチって切れてね、またシステム組み直しとかはあったんですけども、こと魚を釣るっていうところに関してはですね、本当タフネスなラインだなぁなんていう風に感じました。ちょっとね、雑に扱っても、もう一粘りしてくれる、そんな印象がありましたね。あとは今回釣りの中で、その結構ふわふわ巻き取るような釣りね、多く行っていたんですけども、で、このまあシマノのなんていうか、結構安く買えるミラベルっていうね、このリールに入れて、で、結構ね、まあ本当ラフな感じでね、こんだけふかふかに巻き込んだらどっかでトラブルだろうみたいなね、そんな感じで使っていたんですけども、もう結構軽めのジグヘッドのミドストとか、
あ、で今日そうこれねミラベルにあの島野から新しく登場するハードブルーね入れて、でリーダーフロロカーボン入れて、でこうずっとダルンダルンのこういうミドストをやってるんだけど、どうなんだろう、トラブらない。あとはそのリアクションダウンショットもパンパーンってこうなんだろう、アクションを入れた後に一瞬ふわっとした状態でこのハイギアリールで巻き取って、まあどっかでトラブルだろうななんていうね、まあいわゆるピョン吉が起こるだろうな、そんな使い方をメインにずっとやっていたんですけども、結局ピョン吉によるトラブルはねこのセットでね一回もなかったんじゃないかなっていう感じでね、この独特の硬さのあるねハードブルなんですけども、それによって非常になんかトラブりづらいななんていう印象がありました。従来のまあ例えばどこの何とは言わないんですけども、そのあんまりコーティングしてなくてその柔らかくてふわ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 ってね飛んでいくような PE ライン、まあそういう PE ラインもね結構好きで使うんですけども、そういったのに比べて本当トラブルが起こりづらいななんていうね、そんな印象がありましたよね。トラブりづらくて最後の一粘りがあるっていうね、こういった使い心地なので、ちょっとね発売も開始したので追加で 0.85 なんかね買って、それで、さらに使い込んでみようかな。あとシーバスの方でもね 1.5 号とか 1.2 号とかそういった番手も使ってみたいなというところと、今回ねまだベイトリールに入れて使ったわけではないので、ベイトリールにぴったりの B ラインだよなんていう歌い文句もあったので、ちょっと P ラインねベイトに入れて使う展開、まあ秋なんかはね大物狙いのジャイアントベイトとか投げるですね、そういった釣りにも太い番手使ってみたいですし、まあ何にしてもこのね細番手マジおすすめですよ。なんかねほんと、あ 0.65 だったらここで行くよなっていうタイミングで一回もね、その切れなかったと。あとねもう魚を何にしても結構厳しいタイミングだったんですよ。3月の初めでずっと冷え込んだ日が多くてですね、そのチャンスが少ない中でそのチャンスをしっかりとものにさせてくれたっていうね、そんなのですごい好印象なんですね。で、まあハードブルーの話なんですけども、言っちゃうとこのミラベルもね大活躍してくれて、この他にもね普通のフロロカーボンラインを入れたコンプレックスとかね、いろいろ、リールは持っていったんですけども、ミラベルで十分じゃねっていうね、ほんと使い心地よくてね、あとね重くないし、まあドラグもここで出てほしいってタイミングではしっかり出てくれるしね、でまあこのセットね、ミラベルにハードブル入れたセット大のお気に入りになっちゃいました。でまあ竿の方も説明していくと、これ懐かしの初代デストロイヤー、いやもう色も剥げてきちゃってますけども、コルクもね若干目抜けしてるところもありますけど、デストロイヤー今回ね使いやすかったなーね。あの琵琶湖どんな道具持っていけばいいのかなーってねすごい迷って、まあいろいろスピニングタックル持っていったんですけども、この一番最初の頃のねデストロイヤーのこの F0 の 68XS っていうね、竿なんですが、非常に使いやすかったね。今回あのミドストとあとリアクションダウンショットで使おうと思ってね、持っていったんですけども、まあ大活躍ね。結局ねこのセットが一番ね多くの魚連れてきてくれることができたんですけども、なんだろう、昔の竿特有のこのねガイドが結構太いんですよね。見てください、このね懐かしのトップガイドが、これゴールドサーメットがね、ついていて、あれまあ飾り巻きもねまあ綺麗なんですけど、このね独特な昔ながらのねガイドセッティングがこうボヨン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 ってアクションさせたい釣りにねもうドンピシャなんですよね。すごい使い心地よくて、今の竿って結構もう本当シャキーンとしてて、でガイドもこのマイクロ仕様のねガイドにねだいぶ変えられているので、
すごいシャキッとしてね、糸のこの収まりというか、まあ収束というんですかね、そういったのもこう、なんだろう、そのシャキッとしたブランクスに沿ったような感じで、ピン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 っていう感じのアクションになっちゃうんですけども、そこはやっぱりね、このね、昔のデストロイヤーね、引っ張り出してきてね、すごいね、ボヨン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 っていう感じのアクションがね、非常にさせやすかったっていうことでね、改めて、まあ別に、なんだろう、古いからね、あ、悪くなるってわけじゃないんだな、釣り竿は特に思うんですけども、古い釣り竿のね、あのテイストっていうのは、まあ今も頑張れば作れるのかもしれないんですけども、やっぱり、なんだったらね、古い竿を引っ張り出して使うのが一番手っ取り早いのかなっていうことで、この今ね、触ってもいないのにこの微妙に震えてるの分かります？竿が、これ喋り声で震えてんのかなね、これ竿触ってないんですけども、置いてるだけでこのブルルルルンってね、ちょっとね震えるような、伝わるかな、このね、なんかねボロンボロンとしたね、この今の竿にはないね、この独特の止まってられない感じっていうんですかね、なんていうんですかね、竿先が微妙にブルンブルンブルンってしてくれる、この感じですよね。この感じが好きでね、デストロイヤー好きなんですけども、この時代にあった竿の名作といえば、やっぱりあのコンバットスティックのね、インスパイアシリーズ、まあエアリアル、スーパーエアリアル、ウルトラエアリアルとかね、いろいろありますけど、あっちの方はね、その当時にしてはどちらかというとこうシャキンとした、まあそれでもねボロンボロンボロンっていう動きはするんですけども、感度がいい、ボロンが入ってるからなのかな。で、かたやね、このまあ当時ライバルと目されたこのデストロイヤーは、まあもちろん感度が悪いわけじゃないんですけども、どちらかっていうとこう竿が負け気味というかね、でもバットの方はめちゃくちゃパワーがあるんで、乗されることはないんですけども、竿先の方に関してはこのちょっと負け気味で魚に追従して入ってくれる、それによってまあ大きな魚とかが食ってもバレづらいっていうね、そんな印象なんですけど、皆様どうでしょうか、デストロイヤー昔の使いの人いますかね、なんかなんか伝わるといいなって感じなんですけども、はい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 、まあそんな感じでね、あのこのフルデストロイヤーね、改めて久しぶりに引っ張り出して、今回ね琵琶湖長江で大活躍してくれたよっていうことで、ってなるとあの番手とか、あの番手も今使ったらすげー気持ちいいんじゃないかななんていう番手があるんで、あとはね最新の機種でもちょっと気になるのがあるので、またねタイミングで、導入したりしたらねご案内していこうかなと思うんですけども、今回のねあの琵琶湖遠征に関しては、このね初期のデストロイヤーが毎日ね魚触らせてくれたんで、改めていい竿だな。はい、でまあ話は戻りまして、このねハードブルなんですけども、ほんとねまあ好みが分かれると思うんですよね。この感じの硬い感じの P ライン苦手だよっていう人には刺さらないかもしれないし、でもね一巻きとりあえず買ってみてね、一回飽きるまで使っていただくと、あれマジちょっと抜群に強いなっていうね、その分ちょっとね硬く作ってあるので、飛距離なんかはその柔らかいふわ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 っていう感じの P ラインに比べるとちょっと飛距離はもしかしたら落ちるかもしれない。ただそのちょっとした飛距離の分、まあ、固く作ってくれてるおかげでめちゃくちゃトラブルが終日を通して少ないのと、あとはスペクトラワイヤーによるその強さっていうのをね、ぜひね一回ね試してもらいたいなっていうことで、そんな感じですね。まだまだね春先ずっとね釣り行くときはねこのセットで行こうと思いますので、その他の気づきとかあったらねどんどん動画にまとめていけたらなって思うんですけども、何にしてもシマノの黒田プロがね、今年一押しの商品はこれですって言ってたの、竿でもリールでもなくてこのねハードブルだったんで、黒田さんなんか黒帯なんかもやるはずなんで、その人がめちゃくちゃいいよってね言ってる感じで、なんかねすごい気になってたんですよね。だからこの後ね自分も東京の方ですけどね、黒台狙いなんかでもこのハードブル 0.65 をね、引き続き使っていこうと思いますし、
あとは思ったより本当 0.65 なのにめちゃんこ強いので、このままのセッティングでちょっとリーダーの具合とかね、調整しながら、パワーフィネスの釣りにもね、使っていこうかななんていうふうに思います。ここ一つでね、ちょっとどうしてもここは引っ張り合いしなきゃいけないっていう時に、この強さ一つね、絶対的な武器になるんじゃないかななんていう予感がしておりますので、で、まあこのセットね、ちょっと古めの大好きセット引っ張り出したらね、大活躍してくれたんで、ひたすらね、この、ミラベルハードブルセットをいろんなね、ちょっと古めかしい竿なんかにも、組み合わせてみたりして、まあもちろん最新のね、釣り竿にもつけていこうと思いますけども、引き続きね、動画で追いかけていきたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り竿 TV はこちら、琵琶湖遠征に行ってきて、その際ですね、このハードブルが 0.65 非常に活躍してくれたよっていうね、動画でした。引き続きよろしくお願いいたします。釣り竿 TV でした。また会おうぜ。いやーすげえ、いや元気、うわーすげえ、楽しい。ちょっとね、タモとかないからしっかり弱らして、よいしょ、いけっかな。まだ行く、よいしょ。よっしゃー、やったぜー。どうよ、
しい。はい、ダダ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 ー、来ましたよ。いやー、ぶっとい。ね、嬉しい。初めてサイコロラバー使ってみたら釣れました。さあ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 、お立ち会い、琵琶湖バース。嬉しい。琵琶湖の体型のバスが釣れましたよ。自撮りなんでこんな感じでどうでしょうか。こんな感じで、はい、琵琶湖バース、来た甲斐がありました。太いね、これは嬉しい。いやー、もぞもぞっていうね、当たりだったね。あー、ここが今4メーターぐらいで、あっちの、まあ、3メーターとか2メーターの方に投げて、ちょい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 って引っ張ってきたところを食ってくれました。やっぱりね、なんでもないずらーっとしたフラットより、この岬絡みでちょっとこうチョークされるっていうか、この4メートル3メートル2メートルってのが密集するエリアね、ここに寄ったところバッチリね、1匹釣れてくれました。じゃあ引き続き頑張ります。